30秒経過、ハーフタイム。ラスト1分。ダウン。3、4、5、6、7、8。マラマ選手、このラウンド残り1回のダウンでノックアウト負けとなります。ラスト30秒。クエにも重なる理論的な久保の攻撃、うん、さらに蹴りから膝、おお縦蹴りで倒した倒した。だからアッパー、ベナードも前に出てきていますけれども、これもうローキックもだいぶ効いている。そんな中最後はテンプル、右フックへのパンチ、これは立てないでしょう。ああセコンドがタオル投入。久保も気にしていました。久保は175センチ、縦蹴りに嫌がっています。フランソワここもスイッチしました。右をリードジャブにするフランソワに、今効いたんじゃないですか、右のボディが、ボディ、そこに蹴りもある。さらに右フック、久保が完全に射程圏内に入れた。最後は右フックかアッパーかという軌道、マットに胸を腹をべったりとつけてフランスは立ち上がることができません。鮮やか久保優太たんですけど、それ結構興奮しちゃって寝技エロいです。下ネタ話しましたけれどもね、これですね、ちなみに10連勝中の久保優太、右ストレート、上から振り下ろしていきました。ユリナ選手もタイミングもしっかり見ながら、そうですね、左ストレートから右のスピード、ちょうどテンプルあたりですね。第2ラウンド一気に試合は動いています。さらに左から効いてますね、ワンツー、膝もある、パンチで倒そうというのか、久保優太です。ここは苦しかった、ヤマト首ついた、注意1があります。おお、左、はーい、投げ倒した。66キロでも問題全くなしということか。でも左ボディ今ナイス膝でしたね、膝からミドル、あ、膝、あーパンチ、これが効いてた、これだ、連打連打でバカが立てない。顎のあたりも抑えています。足がもつれる、試合終了。一気に接近して決めて、必要にローキックだけという感じではありませんが、時折これ出してきた、やっぱり効いた、最後は非常なるダブルスの右、4、5、6、7、クラッシュ王者、立った立った、さあ前の足は早くも破壊されています。飛び膝でした、着地がなんとかしたところ、足が流れる、非常なる、非常なるキック、試合が終わ
距離作って思い切って落とす。勝者、久保